どうも、ラムチンです。さあ、今日もバイオミュータントやっていきます。よろしくお願いします。前哨基地見つけたけども、その手前になんか、どちらかといえばトンネルがあったんだよね。光るような種類のトンネル。放射線ゾーンだ。無理だ。ここはまだ、ここは放射線いけない。防護装備なしで遠くまで行くと、防護ないとちょっと、ダメだな。こっち側も入れないや。そうか、そうか、そうか。まあ、ここの、防空壕みたいなところを漁ってから前哨基地に進んでいきましょう。ここ結構アイテム多いんだよな。ないかな。アーフィターフ前哨基地、ジャグニトライブが長く占領している。あ、違う。結構取り忘れがねないようにしっかりと回っていってます。おっと、なんかいいのがありそう。うんうんうん、装備とかもね、もっとしっかりとクラフトしていかなきゃいけないんだろうけどね。まだそんなにクラフトはやっていってません。うん、そろそろやっていかなきゃね。よし、 OK。 もうないかな。あ、もうなさそう。え、どっから入るの今度。ここはさ、まあまあ、あっち側だね。目印は。向こう側。どこだ？あ、直接入っていっていいの？この前哨基地を取り仕切る暴君がいる。こいつがボス？ちっちゃ！ちっちゃいちっちゃい。うん。彼のトライブは無慈悲なので、うん、敗北など予想すらしていなかったが。彼はお前が敵と協力しているのを見て納得できたそうだ。ああ、なるほど。説得してみろ。戦いもせずに前哨基地を譲るほどの価値がお前にあるかどうかわからない。ああ、何が気に食わない？そう簡単には騙されない。ああ、ダメだ。死ぬ気で挑んでこい。交渉はダメ。防衛網だ。見張りを倒せば降参してくるぞ。でかいのが来たね。お、仲間もいるの？あーっと、よし。うん、ああ、炎は安定だわ。危ねえ。炎は安定ダメージ。危ねえ。炎に巻かれろ。これ遠距離が絶対強いよね、このゲームは。うん。近距離で行こうかなと思ってたけど、全然遠距離の方がいいよ。弱っ、こいつ。見た目だけだったな。見た目だけの、ただのデグロボーだ。弱っ。彼らはお前を待っている。オッケー。この要塞を掌握すれば、トライブたちに平和が訪れるだろう。準備完了だ。しっかり備えるといい。5体か。特に問題なくいくでしょう。あ、銃持ってるやつがいるから。こっから行きましょう。あぶねえ。この銃のやつが鬱陶しいからね。こいつだから倒しとけば。おっしゃ、レベル10。いいね、いいね、いいね。レベルはどんどん上がって。ちょっと待って。よし。空中コンボー。よし、そっちも倒した。あー、まだか。よし。ちょっと待って、こういうのも使ってみよう。あ、全然ダメージね。でもそういうビルドにしないとダメージは出ないんだろうね。で、次どっちだい？何もアイテム持ってないね。ん？あ、ここ？あれはファイアスターターだ。星草は簡単に火がつく。あ、こういうのをゲットしなきゃいけないの？火が必要なら火花を起こせばいい。ああ、はい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 。燃やしてけってことか。
あぶねえ。ここ燃やしてやるんだ。あ、こっちにもある。こういうこと。で、次前進。こっちに進めってこと。行きましょう。お、まだまだ出てきやがるね。でも全然余裕。うん。いやー、この銃使うやつが鬱陶しいな。行った。行って。おいおい。こいつはちょっと囲まれすぎじゃない？よし。いけ。痛い痛い痛い。このライフルみたいなのは若干使いにくいな。ちょっと待ってよ。こっちに変えよう。でもこっちに変えてもな、威力がないんだよね、これ。威力はないんだ。おいおい。いやー、なら一発一発でかい方がいいか。の方がまだマシか。しゃ。うわー、弱っ弱っ。はい、次行こう。上？ん？え、どこ？あ、そこ！はいはい。お、アイテムあった。結構こういうとこ重要なのありそうだもんね。太陽が出ているのはありがたい。ん？で、こっち？あ、ここか。はしごで上がっていけるんだ。なんだこれ。あれがプライオシズラだ。ん？どうすんの。おお。あ、そういうことができるのね。重々いう状態にするんだ。ここか。この家を燃やすの。あ、違う、ちょっと難しいぞ。え、要塞に向けてだから。え、これ難しいね、当てるのが。あ、こっちか、要塞は。ここだ。はい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 。こっちに向けて打ち込めば、いいんだね。3箇所。俺全然違うところに打ち込んでたよ。見事なパッチ。OK。で、次が、あっちか。行くぞー。門をぶち破る。ぶち破っちゃいましょう。どうやって？おうおう、そのまま行けるんか。なんかいるか。アイテムは別に何もなし。まあ後で取ってもいいしね。巨大ハンマーは門を突破するのにちょうどいい。あ、それで突破してくれるんだ。ノックするだけで開くはずだ。それいい。何これ、何これ。ゆるーくいくね、ゆるーくいく。はい、ぶち破れ。よし。ジャグニートライブはボスか。あらゆる場所に勢力を広げていくことを望み、さらに最も重要なのは人々に恐れられることだと思っている。平和を保障する唯一の方法。彼らが全ての頂点に立つことだと。こいつは何だろう、犬かなんかか。こんな流れになるとは。説得しよう。戦わずして要塞を明け渡させるには、うん、理にかなう説明が必要だ。こっち行こうか。成功率が高いし、説得力のある話を聞いて、うん、彼もこれが最善の道だと同意したそうだ。お前に要塞を明け渡すと言っている。説得が効いた。そんなことができるのか。なんかあっけなかったな。敵のシーフは倒された。彼のトライブの運命はお前が握っている。とりあえずクリアですね。で、また違う、クエストが発生したので、それを次はやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴
ありがとうございました。